今週の寝台、花火絶景。設定6の機械割り 108%。6.2 号機、AT 機、天井、950ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、35ゲーム、AT 純増、約 7.77 枚、導入台数、2万台。リセット初当たり調査。即連当たりは一応あるようですが、かなり薄い確率。20ゲーム以内の初当たり243台中6台。もしかすると、有利区間1ゲーム目のレア役などで直撃抽選はありそう。250ゲーム付近、350ゲーム付近のボーナス当選率が特に多かった。ポイントが溜まりやすいのか、ゲーム通行格ゾーンがあるのかは不明。天井は950ゲームらしいが、朝1に関しては天井到達は確認できなかった。リセット台のボーナス最大ハマりは752ゲーム。しかし650ゲームまでにはほとんどボーナスに当選していた。243台中242台は650ゲームまでに当選。1ゲーム神歩きは有効かもしれないが、詳細は不明なので実践してみます。リセット後の200ゲーム付近はゾーン狙いできそうな感じだが、しばらくは様子見推奨ですね。周期タイプなので、もしかすると2周期か3周期は当選率が高くなる可能性がある。ハイエナに関しては、ポイント満タンでリーチ目、合格ステージに行くので、ポイント溜まっている台を狙う。天井情報。設定1でも、機械割りが 101% あるが、天井でも RB もあるので、期待値は高くない。天井狙いには不向きな機種。高設定、低設定データ。200ゲーム台の解除がかなり多く見られた。もしかすると浅い周期までの当選率にかなり違いがありそう。500ゲーム以上のハマりは1回のみでした。ハマりゲームと200ゲーム台の解除率に注目するのがいいかも。A タイプの花火とは別物ですね。200ゲーム台のゾーン狙いができる可能性は高そうですが、あとは周期ポイント狙いができるかな。 BB と RB でかなり違いがあるので、そこの引き次第ではかなり違いがある。あとは 6.5 号機ではないのでご注意。太陽手玉は絶景チャレンジループで2400枚の壁を超える感じだけど、データを見る限り2連もかなり難しい感じでした。狙い目180ゲームから250ゲームまでのゾーン狙い。ポイント確認してマックス手前の台。天井は600ゲームにゾーンがありそうなので、550ゲームなら狙えそうだが、リスクは高い。こんな感じで立ち回りしていきます。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。